はい、6月19日じゃない、20日です。20日のエミューです。はい、頑張よう。エミューと仲良くなるやつが来るのか。私今日行ってみようかな。うん、そう、最近あの2羽仲良くなってきたねっていう。あー、本当だ、一緒に歩いてる。あとなんかね、コメントで、あの、うん、そこの何 L 字の道、うんうん、から脱却することが一歩なんじゃないですか。へえ、エミューたちが。そう。そうだね。あ、こっちにも来てるんだけどね。うん。おはよう。さあ、イジちゃん。来るかな。どうしたの？スリスリして。ゴンゴンゴン。なんか今日はダメそうなの。今日はなんか落ち着きがないですね。なんだろう。そわそわしてる。雨が降るぞ。っていうこと？なことあるかな。なんか維持がおかしい様子が。タプちゃん。そして。タッチできるんでしょうか。おはよう。お、タプがこんな近くを通ってくれるなんて。口が開いてるな。暑いんか。めちゃくちゃ早足で通り過ぎる。そして目を合わせない。うん。でもイジちゃんもなんか今日はそわそわしてるね。ね、いつになく。どうしたの。もうちょっといつものんびりした感じなんだけど。そわそわ。餌を食べれてないとかはないよね。多分食べれてない。持ってきてみる。うん。でもイジちゃんの口が開けっぱなしですね。うんうん。タコは閉じてるのにイジちゃんは口が開けっぱなしだ。開きっぱだ。はいよ。どこどっこ。なんだろう。タプちゃんに付き従うようになったんだ。付き従う。お。もう出るかい、そこ。イジこういう道を塞いだだけになってしまった。確かに。よいしょ。今日はいつになくタフちゃんが近いです、うん、近い、めっちゃ近い。このね、歩きの速度はね、いつもですから。うんうん。タフちゃんはイジは来ないな。昨日の搬出？うん？え、昨日の？昨日のほら、あの死んじゃったダチョウを運ぶのやつが怖かったんかな。うん、かもね。大丈夫？餌どころではないという感じですね。それか何か来たとか。獲物？口が開いている。こいつはタプだ。ポンポンポン。何か詰まってるとか。わかりません。うん、今日は落ち着きがないです。気圧が関係してるんでしょうか。落ち着いて。気温の差。まあまあこんな日もあるかね。外を気にしているような感じもある。外というか逃げたい感じ。
でもあれね、ここのナシカエミューロードが拡大してるよ。あ、本当だ。ちょっと幅が広がってきてます。タフちゃんは全然来るけどね、今日は。そうだね。あ、来た、イジ。イジ、イ。何が怖いんだ。わからない。まあ、こんな日もあるかしら。餌は、いつも被ってない帽子を被ってる。はい。違うね。違う。いや、てか被ってる日もあるしね。なんだろう。わかんない。なんか外の要因なんだろう。まあ仕方がない。はい。はい、ということで今日のエミューでした。はい。今日雨降るかな。まあ天気はちょっと降りそうな感じもなくもないけど。ちゃんと雨宿りするんだよ。ね。ちゃんとご飯食べるんだよ。本当だよ、スリスリしてたとお腹はね、満たされないよ。うん。よいしょ。じゃあ、元気でね。